韓国美容師のお前さんとかね、来ましたね、またね。テテの髪型は、うん、で襟足が若干長いんです、あ、めっちゃテテとかすごい似合いますね。でもなんか意外と、はい、こんばんは、川島です。大丈夫、はい、名前のトヨタのやつ結構良くなかったですか。だいぶ人気だったね。ですよね、はい、それね。でもちょっとその続きやっていきませんか。その続きだよね、やっぱね。ここに来てるもんね。はい、韓国美容師のお前さんとかね、来ましたね、またね。今日は誰行くんですか。今日はテテさんで。もうそれ多い。できる限りマスクしながら頑張っていこうと思います。まあ、前回もね、やった通りその韓国フェイスを作る方法で、パフォーマンスダンスではやっぱり定番の、まあ、涙袋、もう韓国のね、方の顔で言ったら、まあ、涙袋がしっかりやると、やっぱ涙袋がぷっくりありながら韓国っぽく出てますので、そこをね、作りながら髪型をね、作ってもらおうと思っております。早速じゃあ行きましょう。行きましょう。はい、はいはい、じゃあ前さん今日もお願いします。お願いします。はい、テテさん、 BTS の BTS の BTS ということで今日もお願いします。はい、はい、で僕はちょっともう一緒にねこう緊張していくんで、はい、はい、韓国フェイス作ってきますので、はい、はい、じゃあ私はテテヘア髪型をお願いします。はい、テテヘアのポイントは何ですか。テテの髪型は、うん、他のアイドルと全く違って襟足が若干長いんですね。他のアイドルの子とか俳優さんは結構刈り上げたりとか、刈り上げ多いですね、すっきり前から見えない人が多いんですけど、うん、テテはなぜかいつも襟足が長めで、こう跳ねさせたりとかそのまま残しておいてるけど見えるみたいな感じがすごく多いのが特徴です。あとは前髪がいつも結構目にかかるぐらいの長さで、うん、結構長めにしてることが多いですね。なるほど、わかりました。お願いします。難しいですよね。そう、結構あれこっちうまくいかないなとかめっちゃ多いですよね。でもこの巻き方すると一回根元巻いて毛先を巻くので、なんか毛先だけ巻くより左右対称になりやすいと思います。うん、分けるときに入りやすいように細めに分け取ると入れやすいですね。なるほど、こっちも順調です。こっちもすごい、よしよし、順調ですね。手手顔になってきてる。で最後ちょっとだけほぐします。ほぐすんだ。パーマっぽい感じを残したいのでちょっとだけほぐします、うん、そうするとこの本当にパーマかけたみたいな感じになります。テテの髪型って結構艶があることが多いので今日若干ジェルも混ぜていきます、うん、ジェルとワックス混ぜて混ぜていきます。ちょっと艶を出して。艶ですね。ワックスのつけるポイントは、ワックスつけるポイントは根元からしっかり立ち上げたいのと全体に艶を出したいので、なんかシャンプーする感じで、なるほど、わ、めっちゃ出てるとかすごい似合いますね。でもなんか意外とセンターっぽくて。ポイントお願いします。はい、今日のテテヘアのポイントはパーマっぽくするのがポイントなので、はい、一回根元をストレートアイロンでしっかり立ち上げた後、立ち上げた方と逆側に流してあげる。なので前髪だったら内側に向かって立ち上げたのを外側にシュート流してあげる。この S 字で巻いてあげるとすごいいいと思います。はい、全部巻いた後パーマとか残したいので一回ブラシとかで全部崩して、はい、ワックスとジェルを1対1ぐらいで混ぜたやつを全体的につけて、あとはテテって結構セットした後ピチってするんじゃなくて最後微妙にこういう髪を内側に残すの で、こういうの残すと色気が出ると思います。これ色気なんですね。これが色気のポイントですね。わからんわ、僕まだこっちの世界わからんわ。ここに色気が今日は完成いたします。大さんでした。はい、
ということで、今回の、動画が良かったらですね、グッドボタンとコメントの方もよろしくお願いします。気になったね、写真がもしありましたらね、コメントの方もお願いします。そして今回ですね、出演しました、マイさんのチャンネルも、下の概要欄に貼ってますので、基本マイさんは、韓国系のね、セットの方法とか、まあ、女性も男性もね、アップしてるということで、今、大注目の YouTuber なので、ぜひね、チェックしてみてください。それではまた、ね、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。多数の芸能人やモデルも通う日本一予約が取れない人気美容整体師川島優輝。彼が全国に展開する整体フィラメントでは毎月25日21時にネットにて予約を開放。東京、大阪、福岡、宮崎の全国4店舗にて予約を受け付けます。整体で自分は変えられる。整体フィラメント。